はい、今それでは、これから面接を始めたいと思います。まずはじめに、受験番号、所属、氏名を教えてください。はい、受験番号6331、駿台工業高校から来ました小田切優斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、本日は、どちらからいらっしゃいましたか。はい、山梨から、前泊してきました。そうですか、はい、緊張してるとは思うんですけれども、はい、リラックスして、受験してください。では最初に、当校を志望した理由を聞かせください。はい、私の志望理由は2点あります。1点目は研究内容で、自分のやりたい研究が、上智大学ではできると思ったからです。私のやりたい研究とは、運動と脳との関係性を提示し、理解することで社会貢献につなげていきたいということです。このためには音楽が、鍵となってくると思っています。なぜ音楽が、鍵となってくるかと言いますと、私の経験上、音楽を聴いた時と聴かなかった時とで、断然に体の動きが違いました。そういった点で次のような仮説を立てました。音楽を使い聴くことで、自分の体の、身体的パフォーマンス向上ができると思ったからです。思うことです。この仮説を検証するために、音工の研究所などを借りて研究を進めていきたいと考えています。そして音工には音楽能で素晴らしい実績を持っている教授の方々もいると思うので、その知識を分けてもらいながら自分の研究に精を出していきたいと考えています。そして2点目としましては、音工では少数性や分離融合を取り入れているということです。私のやりたい運動と脳との関係性の提示の研究について日本でやられている方は数少ないと思います。そういった際には多面的な視野を持って多くの人から意見を聞くことが最も大切だと思っています。そういった意味では女子大学のグローバルを中心とした世界各国の人が集まっているということは私の研究内容の糧になると思っています。以上が志望理由です。はい、ありがとう。